彩り豊かな弁当の盛り付けをしているのは渡辺二郎さんとゆかりさん夫妻です。二郎さんの地元安芸市でおととし弁当販売店秋箱を開店しました。秋箱という名前の由来は秋の食材を使って、まあ、秋の農家さんを、まあ、ちょっと小さなお弁当屋ですけど応援したいという気持ちです、はい、店のこだわりはナスやレンコンをはじめ地元秋田の野菜をふんだんに使うこと。野菜の味をできるだけ味わってもらうためにシンプルに調理をしてお客様に食べていただけれたらなと。もともと南国市のレストランでおよそ20年調理師として働いていた二郎さん。コロナ禍でレストランへの客足が遠のいたのを機に秋の野菜をメインにした弁当作りに挑戦したいと一念発起、脱サラをしました。夫婦二人三脚でのスタートに当初は不安でいっぱいだったというゆかりさんでしたが、女性客からの反応を聞くにつれて徐々に自信が湧いてきたといいます。思いのほか本当にお野菜食べたいという方がいっぱいいらっしゃったので、そういう方のニーズに応えられてるなっていうのはあるので良かったなと思います。あとなんかいろんなお野菜使ってるので、やっぱりなかなかこれだけ自分で料理するのって大変やと思うんですよ。素材の味を生かした野菜たっぷりの日替わり弁当。こちらは秋を代表する野菜、ナスの甘酢炒めです。うん。ナスの甘みがしっかりと味わえて美味しいと思います。ご飯は赤そら豆の炊き込みです。お米の一粒一粒に豆本来の旨味が感じられる上品な味わいだと思います。弁当は毎朝安芸駅に運ばれ、女性を中心に人気を呼んでいます。秋箱さんのお弁当よく買われてるんですか？1週間に1回くらいね、うん、今のお弁当って大体揚げ物が多いですけど、そんなことはない、お野菜がたくさん入ってるし、うん、と思って。弁当作りを通して地元野菜の魅力を発信していきたいと話す渡辺さん。今後の目標は、海も山も近くてすごい素敵な場所ですから、そういうのも含めて美味しいものをお客様に食べてもらえるように頑張れたらと思っています。彩り豊かでたくさん野菜入っていて美味しそうでした ね、 ね、はい、実はこちら視聴者の方から空き箱のお弁当がすごく美味しいと情報をいただいて今回取材したんです。もうそれありがたいです ね、 ね、はい、そんな地元の人から愛されている空き箱のお弁当は安芸駅をメインに販売していて、店舗での注文も受け付けています。電話番号はご覧の通りです。